皆さんこんばんは、ななみです。今日は韓国コスメを紹介していきたいなと思います。それではビデオスタート。はい、まず1点目なんですけど、こちらの2つですね。アイシャドウパレットのエチュードハウスのプレイカラーアイズジュースパーってものと、チェリーブロッサムっていうもの、2種類買ってきました。アイシャドウパレットこちらなんですけども、めっちゃ可愛いんですよ。この春仕様な感じ、わかりますか？もうこの辺とかもうめっちゃ可愛いピンクで、私が使うのもちょっとみんな違和感を感じるかと思うんですけど、比較的アイシャドウパレットの中でも安いかなと思うのでこちらを買いました。もう一つはジュースパーというものになります。中がこんな感じです。このアイシャドウパレットを使って今メイクをしてるんですけど、かなり華やかになるカラーばっかりで、どっちも捨てがたくてどっちも買ってしまったんですけど、ちゃんとどっちもブラウン系が入ってるので、ブラウンベースにしてそこからカラーものをちょんとのせるとか、そういうのでもいいと思うし、普通に使えるこういうブラウンがちゃんと入ってるっていうのは本当にありがたいので、このアイシャドウパレットを買ってよかったです。特にね、このオレンジのカラーとか綺麗にオレンジって感じで発色してくれるので、この色気に入りました。こちらのカラーのこのピンクもね、すっごい可愛いんですよ。ほら、このカラーが2つ入ってるパレットを作ってほしいっていう感じ。またこちらのパレットを使ったメイク、春メイクとかもやっていきたいなと思ってるので、そちらは楽しみにしてくれたら嬉しいです。あ、もう何よりこのパケ可愛すぎる。なんかピンクとか柄じゃねえよって思うかもしれないんですけど、でも見る分には結構ピンクとか好きな派なんですよね。全然キャラじゃないけどさ。あとはこちらになります。2本買ってきました。なんて読むのかわからない。こっちが赤系でこっちがオレンジ系のものになってます。でこれはティントなのでかなり派手なんですけども、全体的に塗るというよりは内側に塗ってリップの持ちを良くしたいなっていうので買いました。色味はこんな感じです。こっちが見ての通りオレンジで、こっちがレッドです。結構派手なカラーなので、これだけを全部に塗るってことはないんですけども、口の内側に塗って、使いたいなと思ってます。もうティントだからティッシュでこうやってすぐ取ってもこんなに色残りします。で今ビオデルまで落としてもこんな感じでしっかり残ってくれます。ポイントリムーバーとかがないとちょっと落とすのは大変なんですけども、あの色の持ちに関しては本当に韓国コスメっていうのはかなりティントといったらちゃんとティントしてくれるっていう感じがあるので、メイク直しができない状態の時とかはこういうティント系を使うの結構おすすめです。今すぐ落としてもこれぐらい残っちゃうっていうのは結構すごいなって思います。続いてはこちら、 YouTuber のポニーさんという方が出してるリップになるんですけど、この色はこれはねオレンジ系のレッドなんですけども、こんな感じで結構派手めな赤になってます。テクスチャーが結構柔らかくて口紅なんですけど、ツヤっとしてくれてるのがわかると思います。私赤いリップ結構持ってるんですけども、本当それぞれねカラーがビビたる差なんですけど、一つ一つ違うので好きでよく買ってしまいます。可愛い。あ、でも結構落としても残りますね。だから結構持ちはいいのかもしれないですね。はい、こんな感じで今回は新大久保などで買ってきた韓国コスメを紹介させていただきました。韓国コスメってプチプラなのに優秀なものが多いので、ちょっとねあんまり使ったことないよっていう方はね、ぜひ一つでもいいのでね、なんか試してみてもいいかなと思います。普通にデパコス並みの綺麗な発色のものとかもすごくいっぱいあるのでおすすめです。本当に何せね人がすごくて、やっぱコスメ見るときは空いてる時間帯に行った方がいいなって思いました。そうだからまた新大久保ちょっとチャレンジしたいなと思ってます。はい、それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。